はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋子です本日のテーマは知らないというだけでビジネス10倍損するという残念な事実ということについてお伝えしてみたいと思います、えー、今日のテーマはですねあの先ほど新しい方ですね、えー、と新規面談でお話をさせていただいた方が えー、こちらのね、テーマの内容になったんですけど、まあ、知らないということがどういうことなのか。で、これは、あの、その方だけではないんですよ。私、いろんな、あの、新しいね、先生と、要は、サロン外の方とお話をするときに、ああ、浦島太郎状態になってるぐらいのインパクトを感じる外側の方たちがいらっしゃるんです。 で、その方たちにも、やっぱりちょっとね、あの、継承を鳴らすっていう意味で、知らないということが、どれだけデメリットが多いのか、そして何を知るべきなのか、っていうことを今日はテーマにね、お話をしてみたいと思います。はい。ではね、本題に入りたいと思います。えー、っと、まあ、知らないっていうのが、 何をもって知らないっていう言葉を言ってるかっていうとズバリですね経営関連のノウハウあとはインターネットとかウェブマーケティング的なノウハウお勉強あと実践ですねこれを知らないという現象として今回はお話をしています。であのー、どういうういいここととが、ね、起っったかっていうと 例えば、特にお一人様でやってる方に多い傾向なんですが、10年とかね、あの、教室持ってるだけすごいんですよ。10年持たないですから、普通、自分だけで独学でやってると。10年とかやっている先生で、一人でやってきた先生って、えー、っと、今の世の中が、どういう状態が売れる教室で、どういう、う講座が売れる講座なのかっていうのを、 わからず、以前、えー、例えば10年とか十何年前って、教室がそこにあるだけで売れてた時代ってあるんですよ。ライバルがいなかったからです。で、その状態でやっていた、そのまんまをずっとやってると、当たり前なんですけれども、年々集客量が落ちていくんですよ。特に新しいことを入れない限りはですよ。で、あの、じゃあ特に新しいことを、じゃあなんで入れられないのかって言ったら、まあ、いろいろな悩みがあるんですよ。あの、まず、 えと自分が何かうまくいってないなはうっすら感じているけれども何をどうしていいのか手をつけていいのかわからない、まあ、これが一番多い理由ですね。で次が時代の走り例えばじゃあ YouTube が出てきた YouTube やろうかと言われたりまあいろいろあるじゃないですかライブやろうよって言ったらねどうするのっていうのを言われてやり方がわからない。 一人だと誰も制御してくれる人やれよという人もいないからそれで甘んじてしまってやらないで数年経っちゃったとかねこれっていけるかもとか思っていた時期にやってれば今うまくいってるはずなんですよでこれをできないやれない人が多い理由は何をやっぱりどうやっていいかわからないのとおっくだなまあ今やらなくても どうにかなっちゃうわけじゃないしっていう自分への甘えですね。これじゃあ例えば私とかがね、クライアントさんとやってた時に今やらないと大変よっていうの分かってるので今でしょうっていうのを言えるんですよ。私だったらね。でそうするとクライアントさんが企業を感じてくれるのでいや今やっとかなきゃみたいな感じになるから結果として沈むことなく永続的に走り続けることができる。で、そのネタを仕入れてくるのが私の役目なんで 皆さんの事業がうまくいく外部ネタですね。外からのネタ、時事ネタも含めてです。あのー、私、時事ネタって別にウェブマーケティングだけじゃないんですよ。世界情勢とかも入れた上で皆さんに時事ネタ伝えてます。米粉の流行りっていうことに関しても、世の中のね、その小麦の部分が えー、流通が止まり始める、高くなり始める、まあ、グランの戦争とかありましたからね。あの時に米粉ですよねっていう話は当然、あの、していて、やっぱりブームさらに加速しました、あの時にね。で、えー、っと、まあ、日本のね、円安がどんどん進んでいって、物価高騰っていうことは、教室の価格を上げられない人が死んでいくっていうか、消滅していっちゃうんですよ。だって、 体力を持たないから、趣味でやってる人は持ちますけどね。そうすると値上げ、価格を上げるマインドブロック外れてない人、そこで終わっていっちゃうんですよ。だから価格の本を書いているし、まあ、もうすぐね、発売になるんですけれども、っていう、そう、そういう事情です。だから、私は3年先を見ながら、皆さんに今やるべきことを伝えているので、まあ、そういう人の話が、 常に聞ける状態のところに自分がいると最新アップデートがなされていきます。で、今次に私が来年に向かって講座を作って教えようかなと思っているのが、チャット GPT を使った仕事効率化の話とか、あとはブログとかですね。 ただブログとかはただベタっと使っちゃうとあの弾かれちゃう時代が来ると思います今はいいんですけどその対策も含めた上でどうブログを書いていったらいいのかっていうのをお伝えするとか、まあ、あと私はそれにプラス加えてミッドジャーニーと呼ばれるアプリを使って言葉で絵を描いていくっていうやつとかも今やったりとかねしていますので、まあ、そういう新しい技術とかもどんどん 手に入れるようにして、検算をしてるんですよ。皆さんが、皆さんの今の段階で頑張ってるうちに。メタバースもね、入ってくると思いますし、はい、NFT とかね、あのそういう売り買いのところとか、まあ、そういう話とかを、なんだかよくわからないって言って終わらしちゃうのか、とりあえず聞いとこうになるのかで、運命の差が出るんですよ。で、教師の先生は大概自分の今に関係ないことって、あんまり頑張って覚えようともしないし、聞こうともしない方がほとんどなんですよ。 っていうと逆に聞くだけで実践するだけで頭一つ二つ抜,けん抜き出ることができるんですよチャンスなんですね皆さんの動きが遅い業界にいてトレンドを追いかけ続けるっていうのはなのであの私今後ねコンピューターに奪われる仕事がたくさんあるっていう中で弁護士とかああいうのも入ってきてるんですよっていう人があぶれてくる世の中でサバイバル的に生き残っていくためにはじゃあ何なのって言ったら情報戦なんですよ 情報を制するものはビジネスを制するっていうところがあるぐらい知ってるか知らないかってものすごい大きなイニシアチブになって知ってるのも良質な良質な正しい情報を知るか知らないかっていうのはあのものすごく大きなところになりますなのであのー、教師の先生になりたい方って資格認定講座とかはいっぱい受けるんですよ 1>, 1個、2個、3個、4個って下手するとここぐらい持ってる人いるんですけど、まあ、例えば1個30万円だとしても軽く150万使うんですよね。だけれども、マーケティング、経営、ビジネス、ロイヤルのそっち0円とか、なんなら無料で出ている情報だけで済ませようと思っている方とかねあの、そういう方もいらっしゃるんですけど、悪いとは言いませんよ。この,この動画だって無料だから。悪い,いい情報喋ってますよ、私。だけど無料。 なんですよでそういうのばっかりあさってる人って一貫性がない内容レベルでいろんな人のものを見たりしてで自分で判断できる能力がそもそもないのにそれを聞くだけ聞いてまた混乱するそしてやらないみたいな、まあ、そういうことが繰り返されて結局うまくいきませんっていうことになるからやっぱり情報は良質な自分に合ったいい情報をちゃんとお金を払って手に入れてしかも実践する。 これポイントです。お金をなぜ払わなくてはいけないかっていうと、そこに自分の痛みが伴わないと動かないからです。お金この分どうにかしないとなって思ったら動くんですよ。だから成果が出るんですよ。ただのものってただだから雑に扱っちゃって成果が出ないんですよ。っていうこともあって、私はそれなりの価格を当然つけています。やっていただきたいからです。自分の人生に自分にお金をかけるっていう感じですね。ベッドする。かけるっていう意味だね。はい、ベッド。 っってていう意味があって口座の料金はちゃんと払ってその分ちゃんとリターンとしてきちんと口座が売れて自分は望んだ状態になっていくっていうのをするっていうのは結構大事だなっていうふうに思うんですよねつまり良質な情報を知らない限りうまくいかないんですよ。ということは個人でやっていて自分一人でやっている人は自分の想像の域を超えないんですよ当たり前ですけど。自分が知知っている知識レベルじゃないですか で私がアドバイスをする人っていうのは私が日々何人もうちのクライアントさんのメンバーに会ってしかも自分で情報を取りに行って常に最新アップデートの情報に直された上で今、一番いい旬な情報を皆さんに伝えているんですよ、クライアントさんにはね。だから あの、そういうものをお金を払って取りに行く価値を見出すっていうことができない人は今後沈んでいくよねっていうふうに思ってるんです。特に10年以上過ぎてる方に関しては独学はほぼ危険な感じです。あの、そんなに自分の頭だけで処理できるほど今の世の中の情報のスピードって遅くないんですよ。めちゃくちゃ早い。私でも追いつくの必死。 なぐらい早いんですよ、世の中が。ということは、そこにおいて正しくどう行動するのがいいのかっていうのをあまりやると、SNS、はい、頑張りました、成果出ませんとか、集客できませんとか言ってるところにみんなフォーカスするんですけど、根本的な間違いそこじゃないからとしたら、やってるだけ無駄なんですよ。そもそもコンセプト設計と呼ばれる、誰にどんな サービスを提供するのかが時代からずれちゃってたらその内容をどんなに SNS で発信しても反応されないんですよそれを分からず頑張ってるってことは時間の無駄って思いませんかはい。でそういう方がすごく多いんですよだから私は面談の時にまあ事実をきちんと伝えて差し上げるんですけど人によっては耳を塞ぎたくなる残念な話が山盛りです人によってはね でもそれは今まで自分が見,見てこなかった数年なんですよ数年のツケが回ってきてるだけどこかでちゃんと世の中ってあの自分がサボったりやらなかったことってやるはめになる世の中になってきちゃうんですよでその時に向き合うっていう選択肢もあれば目を背けるっていう選択肢もあります で目を背けた方、特に50代とかで、本当は課題があるのにやらないって決めた方は、何が先に待ってるかって言ったら、緩やかな衰退です。いきなり生徒さんはいなくならないんですよ。緩やかに教室終わりに向けて進んでいくっていうことですね。だから、教室業が好きでやってるっていう人だったら、やっぱり、手こ入れしないといけないんですよ。 で今までかけてこなかったんだからその間ね結構皆さんお金かけて勉強してるんですでその分どっかでやっぱお金かけて勉強はしないといけない時期が来るっていうことなんですだからあの何か資格を取ったり習うのが150万だったら同じぐらいかけてもいいぐらいです150万とか30万の学びをしたら30万ぐらい経営のことも学びましょうよっていうそこが 異常に資格だけ取ることにお金をかけてる人って残念だなって思います。何かしら学ばないと、あの、正しい状態を作っていくことができないんですね。で自分が正しいと思っている判断が本当に正しいのかっていうのが分からないっていうのが一番致命的だと思っています。 であと1つ思ったのがあの私は採用はしてるんですけどその方と、ね、話しててどういう勉強の仕方があるのかっていうお、ね、話をすることあるんですけど1人じゃだめだと分かったじゃあ、コンサル私にお願いをすればいいかっていうことでもちろんコンサルティングはやるんですけれどもやっぱり、ね、あのグループセッションとかを有効に使ってほしいんですよ。 グループって他の人がコメントしたりすることに私答えてるんですけど、それって自分に置き換えてもいろいろアイデアが出るんですね。あ、この人はこういうことやってるんだって。で、それ以上にちょっとやっぱプライベートにも関わるような話とかが入ってくると、まあ個別がいいよねっていうことで、今私は個別の面談の分とグループでやるセッションとっていうことでセットでね、ご案内する私の,あの経営塾というか、うん、まあ、あのアカデミーですね。 そういういいものををご案内すするとに喜ばれたりとかしていますなのであの勉強してこなかった方スキルを身につけるっていうのがパンとかそういうお料理の方にものすごく特化してやってきた方は今、ね、どっかでからは、ね、ちゃんと基礎を勉強した方がいいです私はもうずっと勉強してます会社員の頃から独立するって決めてから1年前からなので都合13年やってるんですよマーケティングの勉強とかもね で、時代の変遷激しいです。特にこの2023年激しい。チャット GPT のせいなんですけどね。はい。まあ、結構なくなる仕事多くなると思います。と同時に使いこなす人にはものすごく仕事が効率化されたいい仕事ができていくぐらいの革命に近いです。はい。あのー、いろんな業界がね、 めいていてでこの時代の変化を感じていないないしはそれを知ろうとしないっていうだけですでにやばいですよっていう話なんですよだから正しい情報を正しく手に入れる場所に行くためにお金を支払うのは至極当然で当たり前と思えるマインドも結構必要で、まあ、簡単な話30万払ったら、まあ、私だったら5倍あの回収するって決めてるので150万ですし50万払ったら250万500万払ったら 5倍だから2500万か。<laughs> っていうものをリターンができるようにその講座をもうちゃんと実践し尽くすみたいなことはよくやります。はい、ですのであの知るっていうことは大事なんですけれども知る知識はどこから仕入れてどういう方向性に自分が向かうべきな知識を得たらいいのかはやっぱりねちゃんと理解した方がいいと思いますよ。はいあの まあね、今日の方もいろいろねお話をさせていただいたりとかしてるんですけど皆さんがね結構ね現在地自分の今の現在地が業界的にどの位置にねいるのかわからないタイプの人多い印象がありますなのであのまあ一応ね今のところはまだ無料相談みたいなのも受け付けているので、まあ、そういうのが必要な人はまずいなっていうふうに思ったら LINE からね無料相談 <laughs> 申し込んでいただいても 構いませんので、はいあのー、ご自身の立ち位置をまず知るっていうのが結構大事なんじゃないのかなっていうふうに思っております。はい。ということでまとめていきたいと思います。えー、知らないというだけでビジネス10倍損をするという残念な事実。えー、知らないは罪ですあ。知ることによってビジネスの改善点とかやるべきこととか見えてくるのであの勘違いの方向に走る必死に走る必要がなくなるだけでも ものすごく成功確率が上がっていきますのであの自分一人ずっとやってきた人自分の判断だけでやってきた方は特に要注意経営的な要素と視点と思考を、えー、一旦は学ぶ必要があると思います、はい、あの随時ご相談に乗っておりますので必要な方はお声掛けください。はい、以上になりますそれでは